札幌の大型商業施設で同系の音楽隊と地元の中高生がコラボした書道パフォーマンスを披露し、交通事故や特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。札幌市東区のイオンモール札幌苗場店では、同系の音楽隊と私立札幌開成中等教育学校の書道部がコラボした書道パフォーマンスで、絆という文字を書き上げました。地域に住む人たちで安心安全な街を作っていくという意味を込めたということです。また会場では同系の音楽隊とカラーガード隊が飲酒運転の根絶やオレオレ詐欺の被害を防ぐための寸劇を披露しました。啓発活動してます、お願いします。パフォーマンスの後にはイベントに参加した観客にチラシを配り、改めて交通事故や特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。